こんにちは、アマゾイスサポーター堀秀夫です。今日はアマゾイスで、一番重要なポイント、商材選び、何を扱うか。アマゾンはね、もう完成された、ネットショップなんで、販売、集客、それらはね、広告の運営を多少覚えれば、あとは商材選びが全てという形になってます。そういった中でね、商材選び、これね、安直に考えてる人多いんですけど、非常に重要です。継続は力なり、10年以上は使い続けるつもりで商材を選ぶことが重要です。何しろ一度目利きができるようになれば10年は稼げます。10年続ければすでにライバルもいないので一生稼げると、半年で売り上げは上がるんですけど、その時ね、自分が好きな商材を覚えて、稼げるようになった人はもうその後10年以上稼げる。10年やってればね、はっきり言って10年続けるライバルってめったにいないんで、もう続けてるだけでね、第一人者になってます。そのジャンル、あるいはその目利きが第一人者になってしまいます。そうすればね、もう本当に何の苦労もなく、息をするように商品選べるという形でね、なんでみんな商品選び苦労してるんだろうねというような状況になります。商品選びで一番重要なことは、興味のある商品を扱うことで、興味がない商品でも稼ぐ人も確かにいます。しかし大した利益力がつかないので、あまり稼いでないか、稼いでも短命で終わると、売り上げすごいんだけど全然利益率大したことないとかね、誰でも思いつくような商品なんでね、すぐにライバルが増えてきちゃってね、でもうちょっとひねって、あるいはね、長いことやってると、なんでこの商品気づかないのかなというようなね、ひらめきがないというか、本当に上っ面だけの、通り一遍の、商品選びしかできないんで、そういう方はね、稼いでも短命、全然稼げないというような形になってしまいます。でこれはね、これから扱う商品選びだとピンとこないと思うんですけど、きついこと言いますと、仕事も一緒じゃないかなと、楽しく熱中して働き続ける人は10年以上稼いでます、で10年以上稼げればすでにライバルもいないので、業界トップで一生稼げると、楽しく働いてる人はね、仕事をね、休日いつですかとかね、何歳で定年ですかとかって関係ないけどね、別にずっと働いてて楽しいし、辞めるつもりはないというような人はね、逆に働く時間も大して長くないのに非常に稼いでるという例が多いです。一方、あなたが一生懸命頑張っているのに大した稼ぎがないという場合はね、興味がない仕事を続けているせいではないでしょうか。輸出ビジネスの商材選びは、あなたの好きな商品を自由に選べます。仕事選びでしたのと同じ失敗をする必要はないです。10年以上扱い続けるつもりで商材を選ぶことが重要です。商品選びの時はこの辺を、ヒアリングして何を扱いましょうというのを決めてます。最悪やってて楽しいなというような、状況を作らない。続けててしんどいですし、しんどく長い時間働いても大した、稼ぎにならないです。一方、興味がある商品を扱ってる人はね、極端な話、長い時間働いても楽しいから苦痛になりませんし、逆に長い時間働かなくても短い時間で商品が見つかってしまうと、見つけてるという感覚はないのに、その辺歩いてるだけでね、興味がある商品に関連したものを見つかってまた儲けちゃうというね、いい循環になりますので、商品選び、商材選ぶときは興味のある商品を選ぶというのが重要だということをね、念頭に置いて商材を選んでください。何しろ個別サポートの会社は豆に相談してね、商材選び修正して楽しく稼げる、あるいは無理なく稼げる商品選べるカテゴリー選べますので、どんどんご相談ください。間違っても私が決めて教えてくださいというようなことじゃないです。私が興味ある商品はね、あなたが興味あるとは限らない。あなたが興味ある商品を扱うことによって楽に効率よく長く稼げますので、それをネットに商材選びしましょう。個別サポートの場合はお気楽に連絡ご相談ご応募ください。アマゾイスサポーター堀秀夫でした。